平野翔しすがすがしさのイメージが深詰めの人まさかの回答に会場笑い爆発。平野翔が新たな CM 出演に喜びを語る一方で、その独特な発言で会場を爆笑させた都内で行われたサントリー人緑新 TVCM キャラクター発表会において、平野は大人になった瞬間や自身の気をのどりじしい人のイメージについてユニークなエピソードを明かし、 会場を沸かせた平野翔が神の新 CM に初出演し、その舞台裏で意外な一面を明かした、都内で行われたサントリー人緑新 TVCM キャラクター発表会に出席し、大人になった瞬間や清ががしい人のイメージについて率直なコメントを披露、ファンを驚かせる一幕もあり、会場は笑いに包まれた平野翔が10日からオンエアされる新 CM に初出演。しかし、 そのウイオドリジい踊りじし c m 出演にもかかわらず、彼のユーモラスな一面が光った。会場では、彼が大人になったと感じる瞬間や、すがすがしい人のイメージについて問われると、彼はまさかの回答を連発した、たくさんありますね、と語りながらも、彼の頭の中では料理名が飛び交っていたようだ。彼が自宅で一人ですき焼きを楽しむ瞬間を大人になったと感じると話す一方で、 駄菓子三つぐらいの四つ目を買う瞬間、大人じゃんとのコメントも、平野らしいユニークな発言で場を和ませた。さらには、気を踊りじしい人のイメージについて尋ねられると、深爪のイメージがあって、と即答。会場からは笑いが起こり、彼自身も笑顔で、なんでそれが正々しいかわからないですけど、深爪の人です、と明かした。彼の率直なトークは会場の笑いを誘い、 ファンからの支持を一層高めた。平野翔が待望の人 CM デビューを果たした。彼は、緑、SUI の新 TVCM に出演し、東京03の角田明弘と共に立ち飲みの居酒屋で、緑、SUI を楽しむ姿を演じている。初めてのお酒の CM 出演に喜びを表す一方で、大人になったと感じる瞬間や、清がすがしい人のイメージについて語った。 彼は30歳に向けてますます生々しくなり体と意気込む一方で、大人になった瞬間については料理名を思い出せないハプニングを披露、それでも、すき焼きを一人で家でやることにハマっている時間が大人だなと思います、と笑顔で語った。また、子供の頃に買えなかったお菓子を買えるようになった瞬間も、彼にとっての大人の証となっているようだ、一方で、 彼の気を踊りじしい人のイメージについては意外な回答が飛び出した。彼は深爪のイメージがあって、と述べ、会場を驚かせた。その後、なんでそれが生成しいかわからないですけど、深爪の人です。だから僕も基本深爪なんですけど、と笑いながら自身の特徴を明かした。さらにイベントでは意図生成し、一言チャレンジが行われ、 平野はファンへの感謝の言葉を表現することに挑戦。困惑しながらも、独自の表現でファンへの感謝を伝え、会場を和ませた平野章の新 CM 出演により、彼のファン層や注目度は一段と高まることだろう。彼のユニークなキャラクターが商品に新たな魅力を与えることは間違いなく、視聴者を楽しませることに成功するだろう。 平野の次なる活躍にも期待が高まるばかりだ。平野翔のジン CM 出演により、彼のファンやン愛好家の期待は高まっている。彼の明るい笑顔と意外な一面が詰まった CM は、きっと多くの人々を楽しませることだろう。彼の今後の活躍にも期待が高まる一方で、彼の人気はますます上昇していくことだろう。